います。どうぞそのあたりもチェックお願いいたします。FM ギノワンで検索していただきますと、ツイキャスのライブが一番上に出てくると思いますので、ポチッと皆さんもどうぞお付き合いください。はい、そしてパソコンでお聞きの方、FM ギノワンのホームページ再生ボタンがあります。完全全編同時放送お楽しみいただけますので、アーカイブ残ってるんですよね。アーカイブ残りますね、今回。はい、そちらもまたお楽しみください。はい。はい、ということで先週から引き続きというところで小林さん、今日はどんな話を先にしていきましょうか。そうですね、先週先々週ですかね、まあ、AI ですとか、うん、ディープフェイクですとかその辺のお話をちょっといろいろさせていただいたわけなんですけれども、うん、まあ皆さんからコメントいただいたりですとか、結構いろんな使い方ができるんじゃないかなみたいな部分は正直、お知らせできたのかなというふうには思うんですけれども、まあ、これ僕だけの意見っていうのを、なんていうんですかね、伝え、まあそれもいいと思うんですけれども、いろんな意見あると思いますし、先週の最後にもお話しさせていただきましたけどもね、議員の秘書さんから質問されたりすると僕も勉強になりましたよみたいなお話しさせていただいたんですけれども、はいはい、正直、一人の意見ってやっぱりどんなに天才でも一人の意見でしかないと思うんですよ。わりかし突拍子もないような意見考えられるのが僕だと思うんですけれども、それでも一人の意見でしかないと思うので、皆さんのですねこういうご意見もいただきながらなんかいろいろ考察していきたいなと思うのが、まあが今日でございますみたいな。で、録音慣れないな、やっぱ収録超棒読み。まあ先週先々週 AI のこう使ったこうディープフェイクのお話を中心にしていて、で今日はまあこうそれをメタバースで使ったり、またビジネスとして発展していくのはまあ具体的にはどんなものがあるかっていうところで、皆さんにもこういうのあったらいいなみたいなところで簡単な感じでいいんですか。そうですね、そういうのをちょっとお伺いしながら、まあ、いきなりは難しいと思いますので、まずメタロポリス社、メタロポリスって私の会社ですね、メタロポリス社がどういうことをこの AI とメタバースを使ってやっていくのと、多分ね、このラジオを聞いてくださってる人も私がメタロポリスの小林ですって毎回言ってるんで、メタロポリスの小林は分かっていただいてるのと信じたいんですけれどもあとこの人 AI とかメタバースの話よくするんで、そういう人なんだろうなとは思っていただいてると思うんですけども、そもそもメタロポリスっていう会社何やってんのと、それを使って何やってんのっていうふうになことって多分ほぼほぼ話したことないと思うので、まあ、確かに改めてって感じですね。今やれること、やってこうとしてること、まあ、話せないことももちろんあるんですけれども、公開しているところですね、ちょっと皆さんにお伝えしながら、まあ、それに対してのご意見も頂戴しながらですね、今日は進めていければというふうに思ってます。はい、なるだけ皆さんのコメントをまた見て、改めていろいろ考えたりお話の展開に混ざってもらいたいなと思っておりますので、お時間ある皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオの方も、メールで、メールは何でしたっけ。メールは797ですね。数字の797、アットマーク、fmginowan.com です。はい、数字の797、アットマーク、fmginowan.com で、メールで、頂戴できれば、次週になってしまいますけど、皆さんのご意見見せてですね、回答させていただきます。では、お願いします。早速ですけれども、メタロポリス社がね、今 AI とメタバースを使ってこんなことに取り組んでるよというお話を順番にさせていただきます。はい、まずですね、はい、ペット産業というところで、ここはちょっとね皆さんにお話をさせていただいた部分でもあります。はい、割かし新しいですね。はい、まず一つ目が、メタでペット供養というところで、前にちょっとね1ヶ月ぐらい前かな1ヶ月半ぐらい前かにお話しさせていただいたですね、ペットの供養を
まあ、このスマホメタバースでできればいいんじゃないかというところでの案でですねやらせていただいてます。これはなんでかっていうと、まあの、うん、私の考えでいくと基本は全部リアルがいいと思ってるんですよ、うん、なんで供養するんだったら正直な話、自分の、まあ、ペットのお墓をきちんと作ってリアルにですねそこに行ってその場で供養するのが私も一番いいというふうに思ってます、正直ですね、うんうん、ただ例えば忙しいとか、うん、ちょっと遠いから行けないとか、うんね、そういう方、そういうお悩みを持ってる方、まあ例えば外にもう出歩けないからとかそういうお悩みを持ってる方とかもいらっしゃると思うんです。そういう方たちがリアルしかなかったらもう全く供養できなくなってしまうわけですよね、うん、それはよろしくないなという話で、そういう悩みを持っている方にもペットの供養ができるようにというのでメタバースの中にお墓を作って、うん、そして個別空間を作ってこのスマホで、ね、この場で自分のペットが見れて、うん供養ができればなと、うん、じゃあ普通のリアルばっかり行けるよっていう人たちにとって何もメリットがないかというとやっぱり記憶って薄れてきちゃうじゃないですか、うん、なのでその自分のお持ちになられてるペットの写真から、うん、アバターというものを作成してそのアバターがまあ、例えばこのままずっと動かなければ写真と一緒なので写真なんか別にたくさんあるから自分のスマホの中いっぱいあるからいいよってなるかもしれないんですけどあの目がパチクリしたりだとかこの口がねワンワンみたいな感じで動いたりだとか動物も人間もそうなんですけれども必ずこういうちっちゃな動きが止まってるつもりでも息遣いっていうんですかねあると思うんですけれどもそういうところを再現させていただいてますのであの写真では表現できない、うん、その息遣いとかって、うんうんうん、だんだん記憶からどうしても薄れてしまうものだと思うんですね。それって寂しいなって僕は思うので、うん、僕自身がね、うん、今ペット2匹飼ってて、はい、まだ幸いなことに両方ともすごく元気なんですけれどもこういうテーマを考えた時にものすごく寂しくなってきちゃって、なるほど、そのためにどういうものがあったらいいのかなみたいなのを考えて そういうきっかけで作り始めたものになるのでもちろん今お悩みの方、うん、もしくは私と同じように飼ってるけど将来どうなるんだろうみたいにね考えちゃう方っていらっしゃると思うんで、ねうんうん、そういう方たちの意見を取り入れながらアップデートしていきたいなというふうには思ってるんですけれども、はい、このメタでペット供養ですね、うん、この放送が流れてる くらいにはおそらく、うんモニターがスタートしてると思いますので、メタでペット供養でね検索かけていただいてもしモニターがスタートしてたらね、うん、これすいません収録なんでね現状間に合ってるか間に合ってないかわからないんですけれどもスタートしてたらぜひとも皆さんモニターにですねご参加いただければと思います。でペットの部分ですけどもすごいあれはい、うんうん、あじゃあジュナさんから聞きましょうね。私次の話しようとしてたんでジュナさんからお願いします。はいはいはい、はい、その私もこのまあこういう資料ですよみたいなこういう感じになりますよっていうのを1度か2度か3度か4度か、うん、結構見てますけど割とあれですよね、なんだろ う本当に全く別の世界っていうわけでもないんだけど、はい、もちろんリアルでもないんだけどその感じがまた愛らしくていい表情するようなワンちゃんでしたよね、見たものは。はい、リアルとかけ離れちゃうとやっぱり最初のですね、なんていうんですか、こういう供養しましょうっていう部分からかけ離れてしまうと思うので、わりかし今回に関しては近、リアルに近いものっていうのを主に作ってます。はい、で、まあ、逆にでそのどうぞ。ワンちゃんの表情も見えるのもそうなんですけど、そのお墓が建っているたくさんの子50基ぐらい建ってましたっけ、あれ今のところ、まあ、見本が
とかですけど、そうですね、あれまあ例で出させていただいてますけれども、そうですね、そのくらい経ってますね、はい。ね、そこがすごい草原が広がってて、向こう側が海になっていて、はい、なんかこっちもこう供養しながら、うわー気持ちいいなー、いい、なんか天気良さそうだなーとかで、いろいろこう考えることができるページでしたよね。 ありがとうございます。あそこがですね、実はスポンサーにもなっていただいてます、宮古島市の狩俣という地域になりまして、うん、はい、西、読み方ちょっと間違えたらごめんなさい、西平安波崎か、の奥の方、もう本当に先っぽの方のところなんですけれども、あの風車がある綺麗なところなんですけれども、うん、まあ、私たちそれを再現さし、メタバースで再現させていただいてるんですけれども、やっぱりリアルも一緒にあった方がいいよねって思う方も多くいらっしゃると思いますので、まあ弊社のこのメタでペット供養をやっていただいた方に関してなんですけれども、その狩俣の実際にですね、リアルの方の供養ができる場所というのも、これからスタートしていくんですけれども、入会金がいくらかな、6万円とかだったはずなんですけれども、うんうん、私たちのさ、ところを使ってくださってる方は確か2万円とか引きとかで、そのリアルのところも用意できると思いますので、モニターのところにその説明しっかりと書かせていただいてますので、皆さん、なるほど、はい、メタバースのメタですね、メタでペット供養をというふうに検索かけていただいて、うん、まだ載ってないです、うん、メタでペット供養とかけていただいてですね、検索していただいて、はい、ページ出てきたらそちらの方をご覧いただければと思います、うんうん、その今ランディングページっていうのをですね、僕が結構本当はね6月の真ん中にはできるはずだったんですけれども、僕が何回もやり直しのやり直しやり直しっていうのでやってるので、この収録させていただいているのが6月の末日の方なんですけれども、まだ今出来上がってないんですよ、うん、はいはい、まあ2週間後には多分できてると思いますので、うん、検索かけてぜひとも見ていただければなと、うん、いうところです。なんかこれで小林さんあれですよね、小林さんも何度か足を運んでいる狩俣の地で、はい、また宮古島に行こうという気持ちがあったりとか、そこでまた美味しいものを食べて、でリアルで供養をしてっていうところのまた楽しみもまた皆さんに味わってほしいですよね。そうですね、でもちろんなんですけれども、うん、お亡くなりになってしまったペットだけではなくて、まだ生きているペット、うんうん、まあほとんどの方が生きているペットね、私もそうですけれども、はい、一緒にいると思うんですけれども、その宮古島の狩俣で、民泊と空き家を利用した民泊というのがスタートします。おー、でそこはペットも OK にしました。あ、そうなんですね。ペットも OK にしまして、それはいい。宿泊費ね、普通ペットいると割増になるじゃないですか、うん、そうですよね、きっと。はい、メタでペット供養に入ってる方に関しましては半額。おお、でかい。まあ、ちょっと3泊までにさせていただいてますけど3泊まで半額でですね泊まれるように。だから普通に泊まる人でもね、ペット連れて、今ね飛行機あんま乗せたくないなんて人もいらっしゃると思うんであれですけれども、時期的にねちょっと夏は僕も避けた方がいいとは思いますけれども、涼しくなってきたらね飛行機乗せて宮古島来るよと、うん、冬の宮古島もまたいいですよね。ねえ、本当ですよね。ペットも一緒に連れてくるよなんていうことも可能になってますし、自分しか来ない時でも、ペットいない時でもですね、メタでペット供養入ってる方に関しましては3泊まで、割引というのがありますので、うん、いや3泊ちょうどいいですよ。そうですよね、そう思って3泊までにさせていただいてるんですけど、そういう特典がねめちゃめちゃついてますので、はい、ぜひとも見ていただきたいなと、うんうん、ありがとうございます。高坊さんとかがね、そんな寒くないよと、まあ、確かにそんなに、そうそう、風がちょっと冷たいかなぐらいで、ね、冬、うん、心地よい感じですよね、きっと。でカンパチさんから宮古で民泊、はい、のんびりしたいねと、ぜひともペットと一緒にのんびりしてください。特に狩俣ってね、周りに、うん、まあ、いい意味で何もないんで、うん、ホテルとかもね1個しかなくて、プライベートなホテルなんですよ。
でめちゃめちゃ高額なので、ほとんどもう人がいないみたいな形の部分になりますので、ペットと一緒にのんびりできる場所になると思います。もう一つコメント読んでいいですか。あっくまさんから、こんにちは。アイディアの話ですが、特許の参考のアイディアを売り買いできる場所みたいなのとか、目玉になる場所できると爆発的に普及するんじゃないかなとか思ってますみたいなお話なんですけれども、確かにそういうアイディアを、うん、採用させていただく場所というか、コンテストみたいな感じですとか、もうそもそもコンテストみたいに期限区切るんじゃなくて、多分あっくまさんのご意見は、普段からそういうのが、なんていうんですかね、売り買いできるそのマッチングスペースみたいな場所 の話だと思うんですけれども、僕はそういうのあってもいいのかなとは。うんうん、まあ買い取るのは大体うちになると思うんですけれども、うん、そのどこまで公開できるかですよね、特許のアイデアみたいなのを。僕たちだけが見るっていう話であれば、うん、皆さんも出しやすいと思うんですけれども、例えばね、うん、さっきの悪意の話、さっきじゃない、先週のですね、悪意の話じゃないですけれども、はい、公開しちゃって盗む視点、盗む人とかも、うんうん、僕これ逆に言うと保証できないので、例えばうちのメタバースの中でそういう場所を作って、うん、ね、信じたいですよ、ユーザーさんを。でも、うんうん、悪いことする人ももちろんいると思うので、そういうことができないような仕組みをちゃんと作ってから、うん、出すという意味では考えさせられる、うん、意見ですね、うんうん、ありがとうございます。いろんな視点からの意見あったりでっていう形で追加でコメント頂戴してるんですけど、うね、もう本当おっしゃられる通りだと思います。ありがとうございます。そうですね、いろんな意見、今ちょっと楽しくなりましたね。なんかありがとうございます。あ、なんか初めましてですかね。こんにちは。僕初めましてだと思います。はい、ね、また改めていろいろなんか悪魔さんみたいなアイディアがあれば、また皆さんもお願いします。はい、いつもと始めましたですね。いつもと違う時間なんでね、そうだね、いつもと違う方も聞いていただいたりできてて、それもまたいいですよね。逆にいつもいただいてる人はありがとうございますしかないですからね。いつもいただいてる人は引き続きよろしくお願いしますね。はい、まずどうぞよろしくって感じですけど、はい、で今ペット産業ということで、メーターでペット供養で検索していただければ、はい、内容が見られるようになっていって、で、まあ、7月9日頃にはまたさらに見られているのかなというような感じになっているということです。だと思います。はい。で、はい、続きまして、小林さん、いろいろね。いいですか？続きまして、ペット産業ですね、さらになんですけれども、はい、自分のペットのアバターでもいいんですけれども、自分でそのペットが飼えないよっていうこの悩みを持ってる人もいらっしゃると思うんですね。都会でマンションだからとか、例えばアレルギーを持ってるから好きだけど飼えないよとか、そういう悩みを持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、例えばなんですけど、動物の森とか、すごく一時期、まあ、今も流行ってるのかな、流行ったと思うんですけれども、ああいう形で自分のアバターのペットのアバターっていうのを、まあ、作って、でそのペットのアバターに、動物の森は話しかけに行くだけだったじゃないですか、はいはいはい、じゃなくて僕が考えてるのは、ペットを引き連れてお散歩したいじゃないですか、一緒に、そして一緒に遊びたいじゃないですか、はい、だからメタバース空間の中で自分がいろいろいじった、うん、まあ、なんでペットだけじゃなくて人間でもいいと思いますよ、正直いろいろあっていいと思うんですけれども、そういうアバターを、なんていうんですかね、うん、でメタバースの中で遊べる空間、夢の国というのを作成してる途中です今。なんでメタバースの中で、まあ、一番分かりやすいのは買い物なんかね、まあ、誰でも思いつく、そのメタバースで作ってる人だったら誰でも思いつくことなんですけれども、皆さんも分かりやすいように言うんだったら、ペットと一緒に買い物できて、ペットがそれ似合ってるじゃん、いいじゃんみたいな話しかけてきたりとか、逆にね、私これ似合ってるかなとか、そういう会話ができたりとか、そういったのもしながらペットと一緒に遊べる空間
でもちろん、そこに本当の自分の飼ってるペットも連れ込みたいっていう人もいらっしゃると思うので、そういうのをやることも可能にしていると。あ、その場合はその自分のペットに似せたアバターを連れて歩くことができるの、うん、そうですね、はい、そうなんだ、面白い、ね、カンパチさんがデートしちゃうっていうふうにコメントいただいてますけれども小林さん誘われてますよ。もう僕このペットの話じゃなくてそうそうって言っちゃいそうになったけど、僕はすいません、女性しかぶりなんですいません、あ、女性しかぶり、妻しかぶりなんですいません、間違えた、られました、ね、ここ間違えると大変、妻しか無理なんですいません、はい、悪魔さんからも来てますよ。そうそう、ペタだから擬人化したりペッタに乗れたりって来てますけど、乗るね、乗る、あ、乗れる場所作ってもいいかもしれないですね。いやいや、馬今はねまだ引き連れられるところしかできてないんですけれども、自分のペットに乗って回りたいって人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないのでそこはね、その時は絶対課金制になると思うな、さすがに、うん、仮面に乗って竜宮城とか行きたいですね。あ、そういうのができるようなイメージですね。で、それだけじゃなくて、例えばちょっとゲームみたいな感じでデイリーコミッションみたいなのがあって、うん、ログインすると何ポイントもらえたりだとか、看板に広告が出てるんでその広告をクリックしたら何ポイントもらえるとか、そういうふうにポイント、そのメタの中でペットと過ごしてるだけでポイントがもらえるように、うん、そして例えば僕すごくドラクエ世代なんですけれども、はいはい、ドラクエとかやってて、まあ飽きちゃうタイミングってあるじゃないですか、うん、ああもう分かります。その時ってこの育てたのちょっと売れたりなみたいな思ったことないです。はいはい、それが売買できるようなものっていうのを、うん、ごめんなさいね、このくらいで喋れば聞こえやすいですか。あ、大丈夫です大丈夫です、はい、すいません、なんか後ろの多分バイクがなんか通りました、それがめっちゃ聞こえて大丈夫です。そういうふうになんか自分の育てたものをアバターも売ることが可能に、うんうん、しますし、アイテムなんかも売ることが可能になると思いますし、うん、それ自体の会員権、うん、その自分のアカウントを会員権にしてそれを売れるような仕組みというのも売買できる、交換したりね、売買したりですとかで、レアなアバターを交換したりとかね、でその会員権自体がどんどん育っていくわけですよ、やってると。ああ、いい、面白い面白い。でまあ、それで利益がものすごくもらえるような人が出てくれたりしてもいいのかなというところで、まあこれがブロックチェーンって言われる技術、そのブロックチェーンの中でも NFT という技術があるんですけれども、難しいんでここさらっと流しますね、説明したら多分もう終わっちゃうので時間。 NFT という技術を使って要は今までアイテム交換とかインターネット上でするとお金払ったのにアイテム来ないよとかあったりしたと思うんですけれども、はいはい、そういったことが絶対にない、例えばあとは複製したりね、そういうことができない仕組みがこのブロックチェーンという技術なので、そういったものを利用して、はい、やれるようにというふうに考えてます。でこれもちろんブロックチェーンに馴染みがない人、そんな難しいのだったらやらないよっていう人もいらっしゃると思いますので、それを使わないでももちろん、ただ単に遊べればいいんだよ、俺は売らなくていいからっていう人ももちろんいらっしゃると思いますので、両方選べるようにっていうので進めております。この今ペットに関しては、この2つっていうのを、考えて進んでおります。はい、はい、なんかカンパチさんが俺ブリーダー王になるかなって来てますよ。じゃあそういう方が出てくると思いますよね。えなんでもうそういう権利を実はこれも私たちのところから先行して販売したいなっていうふうに実は思ってたので、はい、もしカンパチさんがブリーダーを狙ってるという話でしたら、うん、ご興味があれば会員権もちろん無料からスタートするんですけれども、いくらといくら出そうとしてたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、あと2種類、上が10万、VIP会員とかが10万とかにしようと思ってるんですけれども、
そういったところで VIP 会員の人たちはそのポイント数が多くもらえるとか、そういう設定がもちろんしてあるんですけれども、先に欲しいなと、その会員権自体が、枚数限定で出すので、ほとんどの人は無料でしかやれないんですよ。でその会員権、VIP の会員権を買った人が転売して高く売れたら、遊んでるのに儲かっちゃったみたいにしたらちょっと面白いじゃないですか。ああ確かに確かに。ってか、まあ、リアルではブリーダー王になるなんて大変ですから、うん、そういうメタバースの中で遊びとして、そうっていうところからの最初の始め、うん、だから例えばお子さんとかがゲームしてたら怒られるじゃないですか、うん、なんでそんなゲームしてんの、ね、いやゲームしながら俺金稼いでんだよねと、母ちゃんこれプレゼントっつって渡したら、あれちょっとあんたちょっとゲームもっとやりなさいよってなるじゃないですか。そんな世界を、子どもの悩みですよね。ゲームやってたら怒られるじゃないですか。これも子どもの悩みなんですよ。でもゲームやってたら褒められるんですよ。今までにない発想でしょ。そういったものを作りたいなと。だから小学生の中でも、このゲームやってるだけで月100万稼いでんだぜみたいな。うん。素晴らしい。出てきたら面白くないですか。いや親何も言えねえ、ていうか親立場低くなっちゃうでしょ。もっとやりなさいってなるでしょ。子供親っていう順番がもうな、逆になんで今日ゲームやってないのよってなるじゃないですか。早くやりなさいみたいな。急に急にそんなんだったら面白いなみたいな。面白いですね。それだとほら、はい、なんかほら小林さんも、ま、過去におっしゃってたじゃないですか、株とかそういうのを海外ではもう早い段階から教えてますっていう。そうね、そういう取引とかおっしゃられる通りで、ね、ゲーム感覚からの話で、うん、その延長線上にその株とかそういうお金のことっていうところの学びができるといいですよね。はい、これこそがそのブロックチェーンの使い方だと思いますし、うん、NFT の使い方だと思いますので、今あるような詐欺的なねもの、まあちゃんとしてるものもあると思いますし、ちゃんとやった結果ダメになっちゃったものももちろんあると思うので、全てがダメですよとは言わないんですけれども、もちろんそして私たちのもね、こうやって仕組みはちゃんとしようっていうふうに考えてますけど、結果どうなるかはもちろんわからないんですけれどもね、そういったしっかりしたものを世の中に出していきたいなというところですね。うん、面白い、悪魔さんのコメント面白い。面白いの来てますよ。はい。カンパチさんが、はい、いつまで寝てるの？早く起きてゲームしなさい。いや、そういう世の中ですよ。はい。悪魔さんがそんな習慣ついたらお手伝いしてって言うと息子にお金取られそうですねって。もう確かに本当にそう日本ってその e スポーツっていう業界がどうしても遅れてるんですよ。ああ、ね、前も言ってましたね。確かに、はい、国体とかでね実は競技にあるって知ってる人の方が少ないと思うんですけど、野球とかねサッカーとかバスケバレーとかそういうのがね競技にあるっていうのは皆さんよくご存知だと思うんですけど、陸上とか水泳とかね、e スポーツ、うん、要はゲームの大会ってなんか遊んでるように見えるんですけれども、うん、まあ、やってる人からしたら今の言い方すら失礼なんですけれども、うん、そういう大会がやっと出始めてきてるので、まだまだちょっと浸透してないので、すごい金額もらえますもんね賞金。はい、フォートナイトなんかで言うと総額30何億円ね、1位だと4億円5億円近くもらえるなんていう話をですよね。はい、とんでもない額ですよね。それってさ、小林さんちょっと一つだけずれるんですけど、はい、それってこういう e スポーツに協力している、うん、協賛しているスポンサーがいるからたくさんなんですか、それともで、そうですよね。例えばナイキだとか、その選手が、なんていうんですか、 e スポーツの選手が靴とかユニフォームとかをナイキで揃えてたりとかね、うん、スポンサーでついてたりすると、靴とかでちゃんと履くんですよ。e スポーツの選手たちも靴をちゃんとしたの履くんですよ。それなりのこうユニフォームじゃないですけど、はい、着てますもんね。はい、なんでそういうスポンサーがたくさん海外ではついてるんですけども、日本だとさっき私がちょっとね冗談で言ってみんな乗ってきてくださいましたけども、ゲームしてると基本的にはお母さんに怒られるわけですよ。怒られる。まだこの世界なんですね。
なんで早く、これは子どもの悩みなんですよ。今世の中はゲームで稼ぐって人が出てきてるのにまだ認知されてないと。そういったところをドシンプルなね、引きつペットをなんて言うんですか、まあお母さんがね、逆に皆さんコメントくださったように早くゲームしなさいよとか言ってくれるような世界にしたいなと。私もいずれなるんでしょうか。アクマさんもねおっしゃられてます。ちゃんとゲームプレイにスポンサーがついてお金稼いでますねっていうふうに言ってますけれども、うん、そういうふうな話がどん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 このあと進んでいくと思いますので、それがメタバースにも多分入ってくると思いますので、うん、ね、その走りを作りたいなというのがこの企画の、趣旨の一個ではございます。うん、次行きたいんですけども、ちょっとCM 一回入れましょうね。でも行きましょうか。はい、じゃあ CM です。あ、CM 中です。はい、確かに神橋さんのおっしゃる通りですよね。全世界相手に選定費として大会するなら安いのかもしれない。そうそうそう、日本以外はもうそれが成り立ってるんですよ。うん、日本はスポーツ選手ですもんね。日本はなぜか成り立ってないんですよ。ただ YouTube とか結構見られてる方、人のゲームしてるのを見る方多いじゃないですか。例えばヒカキンさんなんかもゲームして配信したりとかしてると思いますし、僕が後見てる加納栄光さんとか、あとはあれ、あの人なんだっけ、YouTuber ですけど、にも何のさん、加野さん、違う、佐野さん、違うな、何のさん、あのじゃないですもんね。あのちゃんじゃない、あのちゃんじゃなくて、なんかこの間そのゲームの配信ばっかやってる人で、武道館かなんかですごいなんかやったイベントやったみたいな人がいると思うんですけど、僕もね最近知って、なんかあれかな、あ、 CM 開けます。あ、36分からスタートしますね。コンビニのゲーム、コンビニみたいなゲーム最近流行ったと思うんですけど、スーパーか、スーパーゲーム全然やんないかもしれないです。それで見ました。だって20秒前で、私たちの時なんてストリートファイターをこうゲーム機の向こう側とこっち側みたいな対戦だったけど、今は違います。10秒後 CM 開けます。はい、開けました。はい。はい、また。ペット産業のそのお話もありましたし、そこから僕この辺の話5分ぐらいで終わらせてサクサク進んでいくつもりだったんですけど、もうすみません、皆さん、いや大丈夫です。これだけ需要があるんだなっていうのが分かったんで、皆さんがこんなコメントくださったりですとか、ジュナさんもノリノリになるってことは、あ、ここを早めに進めた方がいいのかなっていう感じで思いました。はい、ただ、さらっとこの続きもお話しさせていただいてもいいですか。他にやろうとしていることですね。はい、お願いします。はい、今、ペット産業のお話をさせていただきましたけれども、次が介護産業。これもね、皆さんにちょっとお話しさせていただいてたと思うんですけれども、介護施設に、要は、なんていうんですかね、お孫さんとかと話したいけどなかなか来てくれないとか、逆にお孫さんたちが、じいちゃんたちに会いたいけれどもコロナだからあんまり行けないだとか、そういった話って、そういう悩みってあると思うんですけれども、本当はリアルで会ってほしいですよ。でもリアルじゃ会えないんでというところで、
自分に似たアバターを、まあ、お孫さんのアバターを作って先ほどのディープフェイクの声でお孫さんの声を乗せて、会話ができると。おじいちゃんおばあちゃんたちがね、施設に入ってるおじいちゃんおばあちゃんたちが孫と会話ができるみたいな、そういった仕組みをちょっと作りたいなというふうに思ってます。はい、どんな感じでしたっけ改めて。そうですね、もう単純にスマホでですね、この中にお孫さんがいてこうやってボタンを押したら普通の会話ができる、おしゃべりができるみたいな、そんな感じですね、はい、これがまたあれですよね、一方通行のおしゃべりではなかったですよね。そうですね、そうですね、きちんと AI を、その人工知能を積んでますので、そしてその人工知能に、記憶庫を作ってますので、そこに記憶が溜まっていくわけですね、なので会話としてきちんと成立していくっていうようなイメージですし、物忘れなくお話ができるというような形ですね、うん、でこれ沖縄市の方の介護施設にご協力をいただいてるんですけれども、はいはい、もう一つですね、うん、宮古島の方でのプロジェクトなんかも、まあ、ちょっと狩俣とは違うところですけれども、進められればなというふうに今考えているところです、うん、その空き家ですとか、まあ、いろいろ空いちゃう施設っていうのがあると思うんですけれども、はい、そこを利用して介護施設を作って、うん、その一部、そのね、もう、なんていうんですか、なかなか職員さんたちも多くいられないじゃないですか。多くの人にかけられないと思うので、そうですね、うん、それを代行するっていうのの仕組みを作りたいなっていうところで介護産業は考えております。うん、そしたらちょっとコメント読みましょうね。はい、高保さんから。今あるのはお仏壇もそうですよね、デジタル化されてるし行かなくても拝める。今回のペットに関しても同じ方向性であると理解してますが、生きている間もそうでなくてもというが言えて、でまさにもう高保さんおっしゃられている通りでございまして、デジタル化されてるお墓、沖縄にはね実は1個あるんですけど、1社あるんですけれども、まあ別に出してもいいか、メモリアル整備協会、あ、はいはい、大きいのところにあるんですけれども、うんうんうん、まあそういったところが、まあ、いろいろそういうのやってきてますので、まあ、さらにね、うん、進んでもう一歩進んでメタでこうやるというところをね、うん、考えております。はい、じゃあ次いっちゃいます。介護産業を話しましたね、はい、次は教育産業ですね。教育産業、ごめんなさい、順番通りに行こう。エンターテインメント産業からいきます。あ、はい、エンターテインメント産業、エンターテインメント産業は、一つが AI タレントですね。 AI タレントの事務所を作りたいです、はい、というところですね、うん、まあ例えば綺麗な女性もそうですし、まあぶっちゃけな話、先ほどの技術もそうなんですけれども、うん、モデル下、ここから下のモデルだったらいいよ、顔は出したくないけど働きたいみたいな人もいらっしゃるじゃないですか。もう言ったら、はいはい、古いところで言うと、そういう人いたらうちにちょっと皆さん言ってきてくださいね、ここから下働きたいですって言って顔だけ変えて、うん、はい、その方が例えばテレビ CM に出るとか、うんうん、首から下もう、そうですね、はい、手たれとかもいると思うんですけれども、うんね、ただやっぱりこう顔があって喋ってっていうのが方が認知は高くなると思うんで、そういうやり方もあると思いますし、そのアバター自体を、うんうん、AI から、生成した写真で、要は誰の権利も必要ないですね、うん、AI で作成した、誰もモデルにしないで作ることができるんですね。その写真をアバターにしちゃうと、うんうん、そうするとどういうメリットがあるかっていうと、まずその著作権とか人格権とかがないので、そこにモデル料っていうのが発生しませんっていうメリットがありますね。で、さらに言うと、今カンパチさんちょうどコメントいただきましたしけども、不祥事もないし、ね、すごいタイミングで、はい、もう先を読んでくださってますね、ありがとうございます本当にその通りなんですよ。最近ね、タレントって何かちょっとあるとね、
まあ、SNS とかが発達したんで、うん、そういったところからすぐ湧いてきちゃうんですけれども、はい、そういう炎上案件みたいなことがね、 AI であれば、うん、まあまずないですよね、うん、っていうのが一つ。あとは AI なので病気しないです。欠席がないです。はい、24時間働けます。いつでも OK です。フル稼働できます。はい、労働基準法も関係ないですと。逆にデメリット探す方が難しそう。まあ、じゃあ、まあ今だと若干やっぱ機械っぽいよねとかそのくらいはあると思うんですけれども、でもその辺は、うん、それを理解した上で AI のタレントですみたいなのを、伊藤園さんですとかやってると思うんですけれども、それをもうプロダクションにしたいなと。1個じゃなくて2個3個4個5個6個という形で、そう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 、カンパシさん言ってくださってる、年齢もあれよねと、永遠の23歳、本当の永遠の23歳ね。みんなね、女性よく言うと思うんですけど、本当の手つけないでくださいよ。敵増やしましたよ今。あ、敵増やしました今。多分やばい、これこれ本当機械の話な、機械の話。とんでもない。まあ、年齢も取らないよね。本当の話、カンパシさんの意見なんで、僕の意見じゃないです。そうそう、冗談冗談冗談に逃げました。冗談です、余計的増やしてる。冗談です。まあまあまあ、本当にね、いい意味でのその年齢がアップしない。例えばそのタレントさんとかで、ドラマに使うのはまだちょっと動き的に厳しいんですけれども、例えばドラマに使うとかだと、こういう髪の毛とかもその期間中色変えられなかったりだとか、純奈さん色変えたいでしょ、髪の毛の切りたいとかができないとかあるじゃないですか。それも、はい、ずっと変わらないので、そっか、そういったところが、っていうのは年以外もね、ずっとキープできるっていうのはメリットだと思います、うん、あ、よかった、これでちょっと敵減ったかな。冗談ばっかり。まあ、そうですね、カンパスさん、ノーギャラもですよね。ギャラっていうのもその分、要はモデルさんに払わなくて済みますので、うん、そのタレントを CM とかに使うとき、うん、下げられるよねっていうのはありますよね。ありますね。これはもう、あと一つはモノマネ若干なっちゃうんですけど、中国なんかではね、すでにあるんですけれども、ああいうディープフェイクの音声とかがね、できるようになったので、テレフォンショッピング、うん、24時間 AI で流しっぱなしにするみたいなね。ああ、売れるんですもんね。はい、そういうのをやろうかなっていう、そういう売り、なので何か売りたい方がいらっしゃったら、その AI に教え込んで、うんうん、その AI がもう24時間喋りまくってるみたいな、うん、人間喋りまくってるみたいな。喋り倒す。そうですね、はい。アンミカとどっちが喋るかぐらい。ノーコメントで。はい。はい、っていうようなことをやろうかなっていうふうなのがエンターメント授業ですね。はい。で、もう一つが、小売サービス産業というところで、どういうところ、何をやろうかというところなんですけれども、特にね、沖縄とかは最近すごく増えてきてると思うんですけれども、インバウンドの需要っていうのが今増えてきてると思います。ね、例えば店舗でもそうですし、ホテルでもそうなんですけれども、外国語を喋れる方を雇うのってものすごく、まあ、普通の、ね、人を取るよりも価格っていうのは上がってしまうと思うんですね。でなおかつ、うん、覚えた、仕事を覚えてくれたと思ったら、そういう方って優秀じゃないですか、うん、ある程度経ったらやっぱ去ってっちゃいますよね、うん、せっかく覚えてくれたのに、慣れてくれたのに、優秀なのに去ってっちゃったみたいなことが、これは経営者としての悩み、あと働いてる方の悩みとしては、外国の方にもいい接客をしたいのに、自分があんまり喋れないからできないよねみたいな、そういう悩みってあると思うんですけれども、やっぱり動かないので、その画面上でしか動けないので、全てはカバーできないですけれども、その会話のやり取り
ですとか、うんうん、一般的な商品の説明であれば、アバターに覚えさすことができて、接客の代わりというのをしてもらえると。で、これは先ほどちょっと不動産のお話、先週不動産のお話させていただいたと思うんですけれども、いろいろ説明しなくちゃいけないときに、あ、ちょっといきなりど忘れしちゃったとかもあると思いますし、間違えちゃいけないことってあると思うんですけれども、日本人に対してもそういう使い方っていうのがね、できますので、そういう、なんですかね、店員さんがやらなくちゃいけない業務の一つを、その AI アバターの店員さんに任せることができるというのが、この小売サービス産業の分野で私たちがやっていきたいことであります。はい。はい。で、最後にさっきちょっとフライングでお話しさせていただいた教育産業のところですね。はい。このあたりは、なんていうんですかね、こういう AI アバターを使うことによって、普段例えば先生とかとなかなかお話しすることってできないじゃないですか。高名な先生の方とかとお話しすることって難しいと思うんですけれども、そういった先生方の知識ですとかそういったものを AI に勉強させて、で、こういうスマホですとかパソコンとかでそういう授業を受けられるですとか、そういったものを目指しております。これによってやっぱり安価に授業を受けられるっていうのも、安い値段で授業を受けられたりですとか、例えばね、東京の方の授業を受けたいんだけどと、サテライトの授業とかもあると思うんですけども、より深く受けたいよと、そんな、誰かが流してる放送を見るんではなくて、自分が質問したりとか、した方がより深く学べると思うんですけれども、そういったことが、AI を使うことに、そうですね、今、カンパシさんから質問もできるのかなっていうふうに来てますけれども、質問ができたりですとか、そういったことができるようなものというのを作ろうというふうに考えてます。で、特に私なんかはもう完全に外国語って全くセンスがないので、もう、ね、前からね、この放送で言ってますけど、私、英語の偏差値30以下ですので、何もできないんですけれども、習うのも恥ずかしいじゃないですか、もうこの年になって、日本語読みだし。なので、そういう人でも、習えるような、感じのものっていうのを作れればなと。これも悩みですよね。本当は勉強したいんだけど、英語の読み方が日本語読みすぎて、こう恥ずかしくて、僕ねそれで英語嫌いになったんですよ。刺されると、学校で刺されるともうみんなが刺されただけで笑うから読みたくないと思って、あと間違えてるんじゃないかっていう恥ずかしさというか、そういうのもあります、ね、それが機械相手だったらね気にしないでできるでしょ、しかもこれってあれですか、なんか自分の時間で見れたりするのも、そう24時間で好きな時間で、だから働いてる人なんかで、ね、ちょっと学びたいなと思ってもできますし、普通に逆に大学に入って勉強してるけど それでもちょっと物足りないな、他でも勉強したいなって時に追加で、勉強することもできると。コマかぶりとかありますもんね、はい、同じ時間帯に同じコマがあったりして、そうですコマが同じ時間帯にあると別々のものを聞きたいんだけどっていう時もありますしね、はい、カンパシさんが個人事業だねって、ハートはい、個人事業です、ハート、そうですね、やってみてください。アックマさんから、息子も学会発表すべて英語で困ったりしてますねとね、そういうところもあるでしょうね。楽天なんかね、社内の公用語が英語だっていうふうに聞きますしね、実際そうなのかちょっと分かんないんですけども、今もやってるのか分かんないですけど、そういう話も聞いたことありますね、はい、高坊さんから、僕の学生の頃の話だと思うんですけれども、冷やかして自分を守ろうとするからねと、ただ単に本当に僕のは面白かったんだと思いますけどね。はい、
指名された生徒に自分の攻撃を避けるために冷やかしがあり回ると。まあまあそういうこともありますよね。あとね。はい。それはあるか。なのでその自分のペースでいつでもどこでも勉強できる。うん、まあ、それも悩みの解決だと思います。うんうん、で、まあこういう感じでいろんなことを今考えてはいるんですけれども、はい、まあこのメタバース含む。Web3.0 という分野っていうのは前からも私お伝えしてますけれども、うん、何かを伝えるものの道具の一つですよと、保管する道具の一つですよというものです。ですのでまあ企業さん側の話で言うと、そういった何て言うんですかね、自分の商品とかを伝えたいですとか、そういう悩みあると思うんですけれども、そういったものを解決する道具の一つですよと。で個人の人たちは先ほども言いましたけれども、別に何て言うんですかね、何か勉強する必要ないんですよ。ね、自分の悩みを、そうです、自分の悩みを解決できる道具の一つが、ああ AI とかメタバースで増えたんだなみたいな形で思っていただければなというふうに思います。でこれって一番最初にインターネットができた時と一緒なんですね。インターネットが皆さんの悩みをいろいろ解決してきたんですけれども、メタバースですとか AI ですとか、まあ AI はちょっと Web3 とは違いますけれども、その Web3 の世界っていうのも Web2.0 の世界と同じで、僕は皆さんの悩みを解決するものだと思ってます。でそれがいろいろ揃ってる。楽天っていろいろできるじゃないですか、楽天だけで。ああ、はいはい。それと同じようなものを作りたいなっていうところで、いろんな産業のものを作っていくっていうのが僕たちの、やってることになります。でもっといろいろ喋りたかったんですけど、もうあと2分ぐらいしかなくなっちゃいましたので、皆さんにもね、いろいろちょっとね紹介したいものもあったんですけれども、これは次週お話をさせていただければと思います。残り2分、1分半、残り1分半なんで、純田さんいつものお願いします。いわゆる、まあ来週はリアルでの放送になるということ、はい、来週ね、はい、ありますので、またちょっと気づきだったりとか、また小林さんに直接リアルタイムで聞いてみたいなというところがあれば、またご相談ください、はい、タンパチさんからはもっと身近にメタバースって書いてます。そうですね、なんかのキャッチコピーに使ってほしそうだ、はい、そういう感じがひしひしと感じますけどね、はい、Windows 95の頃ネットしてたけど、共産員いいですか、お願いして、もう残り40秒ぐらいです、はい、あ、わかりました、はい、すいません、たくさんの皆さんご協力ありがとうございます。もちっと新直感のもちるふる様、琉球大学当初地域科学研究所、宮古島市狩俣自治会が運営するつながろう狩俣プロジェクト、アンツメンバーズのスポンサーにてお送りいたしました。また来週皆さんとは遊びたいと思います。バイバーイ。はーい、ありがとうございます。ツイキャスの方、2時間ありがとうございました。ありがとうございます。